ぜひ乗ってもらいたい。この感動を、はい、こう味わってほしい。これ一番最初に考えたのは誰なんですか？こんな夢のような企画はいつできたんですか？さあ、それでは、はい、A86EV 号伊藤部長と行ってみたいと思います。よろしくお願いします。イニシャル D の聖地です。楽しみです。春菜さんです。いよいよここは走れる日が来ましたね。え、ありがとうございます。よくナンバー取れましたね。本当に、はい、それがすごいな。もう初めはこれがどういうものなのかっていう説明を一生懸命、はい、中にさせていただきながら、はい、ご理解をともにいただきながら、やっと1ヶ月半ぐらいですかね。っていうか、はい、これ一番最初に考えたのは誰なんですか？きっかけをいただいたのは豊田会長からいただいて、はい、まさにこの愛車の代表例である、はい、この A86 を使って、はい、新車、新型車だけではなくて、いろんな選択肢をお客様に、はい、届けしながら、はい、いろんな形でカーボンニュートラルにつながっていく、はい、そういう取り組みを一つでも二つでも具現化していこうと、全て本気ということで。こんな夢のような企画はいつできたんですか？本当に去年の、去年、はい、去年の本当にもう年王ぐらい、でそこから融資をつない募ってですね、はい、この車を製作し始めてっていうチャレンジを始めてから、はい、本当に数ヶ月でここまで持ってくることができました。はあ、やっぱそれもやってる現場もですね、はい、本当にみんな笑顔で明るくて、まあ、そうだよね、はい、だって好き者だけが集まったわけでしょ特に社内の中でもそういうメンバーからやりたいやりたいって、はい、それもすごいよね。もちろん席苦労することとかいろいろあったんですけど、はいはい、なんかそういうのも全部笑顔で吹き飛ばしてくれたな。はあ、はい、これの制作日数ってどのくらいかかったんですか？実際はですね、2ヶ月。そんなもんでできちゃうの？はい、もちろん設計段階で少し検討するっていう期間を含めるともう少しはなんですけど、それもですね、はい、メンバーとアイデア出しながら、さっきお話した一から設計するんじゃなくて、はい、NX の PHEV のバッテリー使えるんじゃないかとか、はい、タンドラのモーターをうまくアダプターをつければつけれるんじゃないかとか、はい、で実際そういうハードをうまく組み合わせながら、実は今回ハイブリッド用のモーターを持ってきてるんですけど、はい、実は小圧をさせて、いわゆるブーストをさせて、95kW の出力出せるようにしてきてます。なのでそういうハードのうまく活用することと制御でそれをしっかり活かすということも組み合わせてやってきたのが制作日数にも関わってきたかなと思います。すげえな、2ヶ月。夢の企画が通りましたねやっぱり単にこう作る、はい、コンバットするだけではなくて、はい、やっぱり操る楽しさ、それはしっかり活かしながら進化させていきたいと、はい、実はですね、はい、フロントとリアの重量配分はフロント48対52、はい、ということで、まあ、FR で走る楽しさをしっかり活かせるようにする、バッテリーの搭載の位置だとか、先ほどエンジンをモーターに置き換えたという話なんですけど、実はエンジンが大体160キロのものを今回65キロぐらいの重量になってますので、はい、それもあってですね、重量配分的にもうまくマッチした形にですね、そういうところは少し議場で検討しながら、うん、一発でやっぱり車を仕上げないといけなかったので、はいはい、へー、いやーだけど夢があるこの車は。電気自動車はつまんないものって思ってたんですよ、僕は。はいはい、ね、ただ移動するだけの、はい、ラジコンカーのでかいものって思ってた、はいはい、それがこうやって音が出てマニュアルになって、はい、サイドブレーキがあってクラッチがあってって、はい、無駄なことが楽しめる、はいはい、本当にそのさっきおっしゃっていただいた、はい、マニュアルとモーターを組み合わせるとどうなるのか、うん、まさに全て分かってたわけではなくてですね、はい、実際のこのプロジェクトでこうやってトライをしながら、まさに今我々もですね、はい、オンタイムで実
感をしながらやっているところです、はい、なのでそういう操る楽しさっていうことと、まあ、やるっていう組み合わせはですね、うん、非常にあのつながりがよく親和性があったので、じゃあ一切やってみようかということで、モーターだけを組み替えて、はい、マニュアルトランスミッションをつけた状態で一回走らせてみようと。はあ、この発想がすごいですねよくそんなことを考えるよね。普通の会社だと、はい、そんな無駄なことをして何になるんだっていう、はい、モーターが持つそのレスポンスの良さとか、トルクの、はいはいはい、立ち上がりの良さっていうことと、はい、まあ、やっぱりその直感的に自分でコントロールするマニュアルトランスミッションの相性っていうのは、やっぱ互換として非常に操る楽しさとして相性がいいんじゃないかと、うんうん、あの我々も全てが全部計算できてたわけではないんですけど、はい、やっぱりその五感で感じるところを自分たちにもこの車を通じてチャレンジさせていただこうよと、いうことで、はい、はあ、今まさに土屋さんと同じように私も乗りながら、あ、こういうところがいいところがあるんだっていうのを一つずつですね、はい、学んで、で実際にやっぱこれはお客様の手にも届くような形でなんとか、はい、早く実現していきたいなと。そのためにもやっぱり行動でこういうところで走って、うん、あのどん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 鍛えていく、うんうん、そうテストコースとかさっきとね、はいはい、本当に繋がんないですよね、はい、市販には、はい、だからナンバー取ったんだ。そうなんです、そうなんです、はい、やっぱりそこにちょっとエモーショナルな、うんうん、愛車っていうその操る楽しさっていうところは、はい、ぜひ進化させて、まあ、残していきたい。夢があるって外走らないとダメだよねということで、はい、いや夢があるこの86には、はい、いやだけどこれ他のメーカーもやるでしょうね。そうです ね、そうやってただ移動するだけの箱じゃなくて、はい、こうやって電気でも楽しめる車って絶対他のメーカーもやるでしょうね、はい、なのでそういうところもあのぜひ全員でいろんな形で、それが自然とカーボンニュートラルにつながっていくという世界になっていくと、やっぱり目指すところはカーボンニュートラル実現というところが一つあると思いますよね。そうですね、はい、いやなんかこの車に乗ると電気もバカにできないな、はい、あ電気でも楽しい車ってできるんだって思いますよね、はい、A86 のネームバリューってすごいじゃないですか、はい、ね、世界中に、はいはい、のイニシャル D もそうなんだけど、はい、A86 ってなんかものすごいこうパワーを持ってるじゃない、はい、ネームバリューが、はい、だからそこにこういう今風の技術を取り入れるっていうことがすごいよね、はい、トヨタって面白いですねこんなことを平気でやっちゃうんだもんね。楽しい電気自動車を作っちゃうんだもんね。すげえな。だけどこのプロジェクトに関わってる人たちって楽しくてしょうがないんだろうね、はい、そうですね。このモーターのレスポンスと、はい、マニュアルトランスミッションとの相性はいかがですか。いやめちゃいいですよ本当に普通にガソリンエンジンの車に乗ってるみたい。あ本当に電気自動車と思わない。この音といい、はい、シフトフィールからクラッチ踏んで、はい、全然もう本当に電気自動車なんて全然思わない。すごい楽しいもん電気でこんなことができるんだね。やっぱりあの開発もそうですし、はい、実際に乗ってくれて、はい、操っていただいてその時に皆さんの笑顔が見れるっていうのが我々の一番の励みなので。いやだけどすごいな。だってこの上りなんかさ、はい、もう全然 4AG のノーマルより全然いいですよ。トルクが今ちょうど3000、4000回転ぐらいですけど、はい、もう少し下の回転からでもグーンとトルクが立ち上がるっていうのが、ね、はい、いや今みたいな本当途半車線なんか、はい、全然いいですねギュッとくるもん。
これがまあ電気の良さですよね。そうですね、コンマ何秒でもトルクが体感として G としての感じができるんですよね。これはすごいわ。だからなんか 4AG でここまでのトルク出すと400万ぐらいかかるわけですよ。400万は。400万。いや本当に、はい、僕あの 4AG のフルチューンを4機壊してるんで、はい、このトルクを出すのに 400万かかるわけですよ 4AG は、はい、いやだけどなんか電気自動車で86でマニュアルでサイドがついてる、いやこんな楽しいことはない。これは楽しいわ。これはやめらんない。ナンバー取るって誰が考えたんですか？ナンバー取るのは、はい、まあ、先ほどお話でやっぱり外でこういうところで走らなきゃいけないねって、はい、私もメンバーとしてたんですけど、はい、今プレジデントのレクサスプレジデントの渡辺とも話しさせていただきながら、はい、話をしながらですね、ええ、ナンバー取らないといけないね取らないといけないねナンバー取らないといけないねすごいよねその発想が、はい、なんかこういうね、ナンバー取れた時も、ナンバー取れた時も、うん、ナンバー取れましたって言って、ええ、動画すごいよね、その情熱が、はい、ナンバー取ってこういう山道でテストするんだっていう情熱がすごい、はい、このプロジェクトって何人ぐらい関わってるんですか？今ですね、実際に制作とか評価含めてでいくと、はい、約60人ぐらいです、ね、はあ、すごい。いろんなメンバーと一緒になって今進めていってますので、はい、本当にエンジニアだけじゃないチームができて、どん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 でチームのその雰囲気もどんどん醸成されてきているので、なんとかこの、ま、熱をですね、次に繋げていくということをやり続けていきたいなと思います。はいはい。からどう進化するんですかね。いろんな形の進化があると思ってます、はい、まずはですね、実は、まあ、来年、はい、ヒントヴィンテージクラブというところで、はいはいはい、実際のお客様にですね、これを乗っていただくという機会を、実は設けれないかなと。ヒントで貸し出すってこと？はい、マジで？はい、すげえな。来年、はい、2024年、はい、ヒントでこの車を貸し出すお客様に実際に握っていただく機会を作りたいと思ってます。わ、すごいわ。ぜひ乗ってもらいたい。この感動を、はい、味わってほしい。まさにそこにつながるような、ここで鍛えた車をそのままお客様に届けることを、はあ、まずはヒントからスタートしていければと思います。なるほどね、はい、へえ、めちゃ楽しい。ありがとうございます。僕も楽しかったですね。楽しいですよね、はい、めっちゃ楽しいわ。楽しいですね。楽しい、本当楽しい。ありがとうございます。もうまだ 60% まだありましたね。はい、3本いけるめっちゃ楽しいですよ僕も楽しかったです土屋さんの横乗りなんてできない、なかなかできない。土屋さんが横に乗ってる時にね、こう上り、ハンドナーの上りで、うん、このトルクを出すのに俺は 4AG で400万か500万かけたなるほど、なるほど。よみがえってくる、こう、あ、ね、このトルクを出すのに俺は一体 4AG でいくらかけたんだろうなって思った時に伊藤さんに俺400万かけますよ伊藤部長も降りる時にボソッと言ったんだけど、まだなんかやるらしい。はい、何やるの？いろいろやることはまだまだあると。そんなこと聞いてねえよ
言ってるんで、まだやることがあるんですよね。実は駆動力を中心にですね、今日まさに上りで言っていただいたあのトルク、あの月の良さ、あそこをですねもう1段2段引き上げながら、その駆動力を中心とした車全体の操る楽しさ、これをですね足回りの細かい作り込みというのも含めて実際やっていきたいなというふうに思ってますので、ぜひまた乗っていただきたいと思います。いやもうルジからだいぶ進化してるからちょっとびっくりしたんですけども、まだまだ進化するということで今後が楽しみです。ベリー土屋の車の話でした。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘン。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。